冬場に旬を迎える真柿、佐渡市では海洋深層水を使って1年を通して出荷できるよう研究が進んでいます。真夏の柿、その味は。食欲をそそる香りが広がります。佐渡市の鴨湖で養殖された牡蠣です。おいしい。塩分もあんま変わらんな。そうだね、うん、本来鴨湖の牡蠣の水揚げは10月から6月、夏場は産卵のため身が痩せてしまうといいますが、夏真っ盛りの今月26日、水揚げしてみると、剥いてみてもプリプリしてますし。秘密は海洋深層水です。産卵前の2月から4月にかけて鴨湖から水槽へ移動、水温4度の海洋深層水をかけ流しすることで産卵が抑えられ、栄養を損なわずに済むため夏場の出荷が可能になります。牡蠣漁師の夏場の収入を生み出そうというのです。その味は。プリプリ、重たい。いただきます。おいしい。味が濃い。昨日は仲卸業者や市場関係者が真剣に味を確認していました。これ何もかけないのに塩気が、うん、だいぶありますね。プリプリしてる、うん、プリプリしてますよ。ミルクの成分も結構あって、うん、ジューシーでいい方だと思うんですけどね、うん、美味しいです。それほど痩せてないし、どうなんですか？いいなと思いますね。あとはお値段次第。食べやすくてミルクの部分もしっかりしてるんで、まあまあいいと思います。あとお値段ですよね。もともと冷たい海洋深層水を使うことで燃料代は抑えられているものの、今後は価格設定が課題となりそうです。私たちの努力でどれだけ縮めていくことができるか、メンバーを少しでも多くしてもらって、いっぱいこう出荷できるような体制を整っていければと思います。漁協は来年6月からの販売を目指しています。